河野外相、韓国の嘘をばらす、米朝首脳会談決裂で。昨日、河野外相が国会にて次のような発言をいたしました。米朝首脳会談が合意に至らなかったことは残念だが、事前の実務協議の段階で、なかなか進展は難しいということを日米で共有していた。このようになっておりまして、 この米朝首脳会談について、韓国政府は合意がなされると期待していると何度もですね主張し、米朝首脳会談が決裂した後も、朝鮮戦争の終戦宣言と北朝鮮への連絡事務所の設置で事実上合意していたと主張してしまっております。これに対してアメリカは 実務者協議の段階で進展は難しいと日本政府に情報共有を行っておりますので韓国政府にも同じように情報が流れていたはずなのに韓国政府は事実とは真逆の対応を情報を流してしまっておりますこういった 韓国政府の動きを見ておりますと、本当にですね、北朝鮮を支援するために、様々な妨害活動を繰り返していると言わざるを得ませんので、日本政府にはこういった韓国政府との関係を早急に抜本的に見直していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、 ありがとうございました。